今度オイルパンみたいなの作れって言われてるんだけど。ベビーがあるじゃん、五十嵐さん。水漏れラッキーコット。ズガちゃんサンキュー。これでオイルパンみたいなやつ作れそうやわ。今度オイルパンみたいなの作れって言われてるんだけど、まあ、溶接ってあんま手配したことないんだよな、まあ、どこの溶接屋さんに頼めばいいかもわかんないしな。どうしようかな、困ったな。メビーがあるじゃん、五十嵐さん。え、ミスミのメビーがあるじゃん。ズカちゃんなんか今日マイケルみたいになってない？なってないよ。謎の救世主マイケル。え、で、オイルパンみたいなの作れんの？できますよ。メビーってオイルパンみたいなの作れんだ、すごいじゃん。そうなんです、メビーは溶接部品も作れますからね。うん、溶接はさ、作れるの知ってるし、溶接の動画が一番跳ねてんだよね。そうです、前教えたやつです。うん、でもあれはさ、別にそのオイルパンのやり方とかを教えてもらってないような気がするんだけど。オイルパンみたいなやつのやり方。うん、オイルパンみたいなやつのやり方。確かに、あの時は教えてなかったかもしれない。うん、オイルパンみたいなやつのやり方も教えてよ、ズカちゃん。いいですよ、じゃあまずオイルパンみたいなやつのモデルをメビーにアップロードしましょう。オッケー。オイルパンみたいなやつのモデルをメビーにアップロード。アップロード終わった。アップロードができたら、そのチェックボックスにチェックをつけて、チェックボックスにチェックをつけて溶接構造にするっていうボタンをクリック。うん、これは前やったよな。お、すげえになったぜ。お、板金溶接で製作可能な形状に変更しました。相変わらずメビーは自動で変更してくれるんだよね。そうです、そうです。溶接できるようなモデルにメビーが認識して変更してくれるので、今そのモデルの四隅を見ると、ここを溶接しますよっていうのをメビーが認識してやってくれてますよね。これな。そうです、今回オイルパンみたいなやつを作りたいっていうことは、水漏れがないようにしたいってことですよね。そうそう、油とかがさ漏れないように角とか埋めたいよね。そうですよ。そしたらまずはまあいつも通り材質とか表面処理を選びましょうか。うん、材質は鉄系で、表面処理は無電解ニッケルメッキ。 OK です。そしたら溶接情報を編集するっていうボタンから詳細を指示していきましょう。はい、溶接指示はこれでいいの？連続溶接で片側で更新しましょう。更新。今回は水漏れなきことっていう指示を入れたいので、うん、そこ下にスクロールしてもらうと、タスクバーを下に、そうです、そこにコメントを記入しましょう。入力を選択してコメントを入力してください。水漏れなきコット。おい、これで OK。 板金溶接ワンポイント、角部溶接をご希望の場合は、切り欠きの大きさが板厚の2倍以内かつ交差する角が90度以上のモデリングを推奨します。3D ビューワー上でも角部が埋められる場合は紫色のハイライトで表示しますので、その点もご確認ください。製造する際は角部を外側から埋めるようにしますので、内側から溶接してほしいという場合は、その他追加製造指示のコメント欄でご依頼ください。溶接使ってね。そうするとコメントが入ったので、いつもの自動見積もり黄色いボタンじゃなくて青いボタンに切り替わりますよね。単密だね。そうです、担当者見積もりってやつです。これを押して見積もりを依頼して回答を待ちましょう。うん、担当者見積もりって別に電話とかかかってくるわけじゃなくて、まあ、一両日中ぐらいに E メールで回答が来るってやつだよね。そうです、メールで回答が来るので、まあ、今日依頼すれば明日ぐらいには回答が来ると思います。 OK。 ここのコメントを入れることによってオイルパンみたいなやつが作れると。そうです、水漏れなきことを指定したい場合は担当者見積もりでコメント欄に記入ってことを覚えておいてください。ズガちゃんサンキュー。これでオイルパンみたいなやつ作れそうやわ。ぜひオイルパンみたいなやつもメビーでやっていきましょう。やった、これも図面ばらさなくてよかったぜ。溶接部品が図面ばらしなしっていいですよね。いい時代に設計してるよ、溶接もメビー。なんだよこれ。こんなでっかいオイルパン作れるんだ。届きました。何やばくないこれ。実は勝手に作られた紙の図面で検事した。へえ、ここまででかいのできるんだね。アセンブル検事したじゃないですか。アセンブル検事した。またショート動画もチェック。